クジャク団スタイルでいきましょい。どうも、クジャク団です。ということで、はい、田中さん、今日は衣装をね、バッチリ決めていただいて。いやー、そうなんだ、なんか嫌な感じしかしないです、はい。僕も衣装を着てこよう思ったんですけど、引っ越してどこに行ったかわからない。今日はね、もうさすがに再生数少なすぎるということで、パクります。人気 YouTuber の企画を。企画をパクる、はい、下着の色調査。こんなもん男子中高生見るから、まあ、見てくれる。こんなんもう簡単なんですよ。歩いてるやつにパンツ何色なんって聞くだけの。じゃあ、お前が着てくれんの。お前や。お前な、 AV でもさ、気持ち悪い男優と綺麗な女優が絡むからこそ視聴率が上がんねん。ぴったりやん。ぴったりや。知る男優や。お前が聞こうがいいかなと思って。まあまあ、わかりました。はい、じゃあ早速、はよ行けよ、もう。なんか、何やねん、何か言うやん。いますか、下着の色聞くっていうのはなかなか難しいですから。はい、見たいっすね。はい、ほんまで言うと。はい、おったら言うて。あっちは、あれ、今歩いてきてる子どうですか。もう聞きそうやったらガチでもうパパッと、はい、聞いてください。僕芸人やってるんですけど、パンツの色教えてほしい。いや、パンツの色白、白か。濡れてました。シンジ、シンジ、集合。人見知りな。ちょっと田中さんマジで全然行かないんで、もう男性行きましょう。女性声かけにくいでしょ。まあ、この格好が僕あれなんですよ。え、お前のユニフォームやんけ。恥ずかしいです。もう男性でいいっすよ。もうじゃあもうちょっと、もう、まあまあ、でも男性の方が全然聞きやすい。もう何時間もここいるんで男性聞きましょう。じゃあ、はい、わかりました。頑張れ。男も行かへんのかい。ことあんな。はい、ちょっとね、女性厳しいんで、性別なしで僕、はい、もう来る人来る人行こうかな。あ、今歩いてきてる人どうですか。怖ない。いやいや、すいません、あの、僕芸人やってまして。あ、今大丈夫ですか。あの、急いでる。下着の色だけ聞かせて。下着。なんで俺の下着。いや、あ、いや、YouTube で、させ、大丈夫。すいません。すいません。すいません。